どうもママです。こんにちは。よろしくお願いいたします。この動画は演技講師の浜本信弘が日常生活に簡単に活かせる表現方法や考え方をお届けしております。よろしかったらチャンネル登録、グッドマークお願い申し上げます。本日話す内容はですね、息が長い俳優さんの共通点から学ぶ仕事に役立つ方法ということでございます。もう私がですね、芸能界で、なんとか芸能界だけの仕事で暮らせれたっていうのがですね、20代後半から30代前半ぐらいの4、5年間ですね。で今現状45歳でもう芸能界にはいません。なのでその当時に活躍されてて、今もテレビ等々で拝見することができる俳優さん、ざっくり挙げますと、まあ、中村玉緒さんとか、桃井かおりさんとか、伊藤英明さんとか、まあ、柳沢慎吾さんとか、まあ、とにかく当時も活躍されてて、今も活躍されてる方には共通点がございます。もちろんね、仕事ができるっていうのは大前提です。もし、会社員の方で、ちょっと役に立つかなということは、商品がいいっていうのは大前提でございます。それ以外にですね、息が長い、例えば営業マンの方だったらずっと売り上げを出してる営業が続くとかっていう方は、これを意識しとけば、この先もずっと営業成績よくいけるよっていうようなお話でございます。さあ、その共通点とは何でしょうか。はい、答えを言いますとですね、皆さん裏で、要は本番じゃないところですごく気さくに話すっていうのが皆さん共通点ですね。もうスタッフさんとも話すし、共演者の方とも話すし、まあ世間話ですね。世間話がうまいっていうのが共通点でしたね。誰とは言いませんけどもね、その時すごい人気なんですけど、今拝見しないなっていう方は、例えば本番用意したとカッてかかったら、裏ですね。本番じゃないところはもう、例えばすぐ楽屋に引っ込むとか、全然喋らないとか、そういう方は、たったいらっしゃいましたけども、さっきお名前を挙げた、当時も活躍されてて、今も活躍されてる方っていうのは、裏でもすごく気を使ってお話をされるっていう方が、それがまあ共通点ですね。なので、皆さんがお仕事があって、その仕事ができるっていうのはまあ大前提で、それプラスアルファ、例えば仕事じゃない時に、会社のグループの皆さんに世間話ができるとか、お客さんと世間話ができるようになっておくと、息の長いお仕事ができますよっていうお話でございました。お役に立ったでしょうか。ということでね、またこんな話をしていきたいと思います。じゃあまたね、バイバイ。ママテレビチャンネル登録よろしくね。